お、来た、地上。危なかったね。穏やかな感じだ。あんなに水が増えるだなんてな、いきなりだよね、本当に。お前もよかったな。俺が賢くて優しいネズミで。こら、あんまり近寄るな。いいじゃん、もう仲いいんだから。まだ怖いのかい、本能？しょうがねえだろ、遺伝子に刻まれてるんだ。猫に気をつけろってな。あ、やっぱそうなんだ。ネズミを寝たら見たら追っかけちゃう遺伝子が猫にもあるんだよ。君たちネズミはチーズだと思って猫に寄っていくのに。遺伝子すら無視して猫に近づいちまう病気がネズミにはあるみたいだ。なるほどな。わかったよ。お前はもうネズミを食うな。まあいいネズミもいるってことだしね。この変な病気がうつるかもしれねえぞ。わかったのかね。急におじさんになったな。きっと分かってくれたとも。いいとも。まあいいや、行こうぜ。日も暮れてやがるし。え、マジでやばいじゃん、行こう。早くしねえと。あー、かわいい。こら、近づくなってば。もう本当はなでなでしたいくせに。ったく、猫ってやつは本当何考えてるんだかわからねえぜ。ブーメラン刺さってるぞ。行くぞハート、研究所に帰るんだ。オッケー、ありがとうね猫ちゃん。大丈夫、僕からちゃんと伝えておくよ。マットラットにありがとうってね。あー、ありがとう猫ちゃん。お、おお、外に焼き鳥。おおおおおお、来た、コテージハウス英久さん。え、あ、マジで夜じゃん。もうて、ここ日本が舞台だったの？今更だけど。そうなんだ。めっちゃおしゃれ、おしゃれの雰囲気いいなぁ。ちょ、もみじ綺麗。秋っていう設定が、秋と夜って設定いいよね。夜の街、夜景って綺麗だよね。いくぜ、ワン、ツー。うっ、夜景綺麗なの苦手科目。悪夢のせいでね、ちょっと景観が失われるんだよ。お前、悪夢だしさ、京都にいたらどうなるか分かってる？お前ら景観潰すからって言ってすぐ淘汰されるからな。オッケー、ワン、ツー。あ、こういう路地寄りはいそうだよね、マットラット。あ、こういうちょっとなんかゆっくりした感じのいいな。うっ、あ、ここね、オッケー。こういうところも通れるんだぜ。あ、ごめんなさい、間違えた。さっきのステージだったら水に水没してた。ちょっと待って、さっきの癖が抜けない。あー、いいな、めっちゃ夜って感じ。本当に夜にかけるだわ、マットラット。でもまだちょっと、まだちょっとだけ、なんだろう。うわ、これ落ちるんか。あ、来るぞ、店長か。うわぁ、こういうとこ間違えた。うわぁ、マジでおしゃれ。もう、もう隙が止まらなくて。あぁ、語彙力喪失しちゃった。うわぁ、危ない。オッケー。たまにチラチラ焼き鳥見えてくるのじわるんだけど。オッケー。お、また目玉切るんか。え、行くぞ、ここだ。オッケー、ナイス。ワン、ツー、サン。あ、来た。うぅ、て、ストーカー、なんだ。あ、おぉ、あ、こいつあれだ、あのゴーストオブカルバートのあれみたいな感じで僕が行ったところを追いかけてやがる。オッケー。くそー、なんでマットラットこうやって追いかけられること多いんだろう。追われずばかりの人生は嫌だ俺は。あ、ちょ、間違えた。 Y をしちゃったからさ。そう、なんか敵殺した後 Y をしちゃう癖あるんだ。癖になってんだ、 Y をすの。オッケー、僕の中のキリアも出ちゃうところで。オッケー、うん、どうなってんのこれ。あ、ここ行けるんか。オッケー、オッケー、間違えました。絶賛間違い中。オッケー。あ、めっちゃ綺麗じゃん街。でもな、この知ってますか皆さん、夜景の原材料ってのは実は残業なんですよ。夢もないこと言う。あ、危ない。あ、ほら、夢ないこと言ったからミスした。オッケー。あ、でもちょっとやばいな、時間足りるかこれ。400か、ちょっと足りないかもしれないけど進み続けるしかない。そんなことに時間の少なさなんて、最後の一日から始まった時点でそんなのはもう分かったことだから、僕は逃げる。うわー、ストーカー来た。うわー、ちょっと怖いって。おーおーおー、早いし、行くぞ行くぞ。うわー、ちょっと待って、怖い怖い、ストーカーが怖いよ。マトラット助けて、マトラット助けてとか本人なんだけどね、追われてる。行くぜ。
来るぞ。ドン、ドゥッテレン、1、2。あ、これどんどん行けばいいのか。オッケー、いいぞ。あ、ピアノめっちゃいない。夜の街ってこんな感じしますよね。なんかマットラットこの曲聴いてるとなんだろうな、ジャズピアノやってみたくなる。ピアノやってたから。3、4、大丈夫かな。ちょっとなんだろうな、やっぱ路地裏ってさ、そういうストーカー多いのかな。めっちゃ偏見だけどさ。4、4。いやー、うわ、磯野か、磯野だ。おお、目玉キビーポ、相変わらず夜になっても忙しいですね。まあ今お前のこの炎がね、この夜の街を照らしてるのかもしれない。だがそんな光はやらない。光は自分で作り出すもの。 OK、 行こう。3、4、1。これを3連チャンどうする。ひまわり3兄弟どうする。避ける。 OK、 いいね。エイヒザさん結構いろんな、なるほどな、こういうゆったりな曲も結構多いよね。チーズトラップみたいな静かな曲も多いし、そういった点でエイヒザさんもいいよな。てか全部いい本当に。あ、ごめんなさい、なぜか間違え、これね、あとミスったら、お、急に今足折れなかった、大丈夫か、マットラット。 OK。いやマジで秋の夜ってめっちゃいいよね、このマットラット。いやでもやっぱ一番びっくりしたの日本が舞台ってことだわ。うわ、寿司って書いてある。いいな、さすが日本一ソフトウェアさん大好き。よし、 S プラス、素晴らしい、ほんと素晴らしい。うわー、綺麗、でけえ町だ。この明かりの一つ一つに人間がいるのか。ハート、聞いてくれ、俺間違ってたかな。猫は憎き天敵だ、今も怖いって思う。俺はやっぱりおかしいんだ。いや違うと思う、優しいよ。自分の行動が感情と合致してないんだ。僕は嬉しかったよ、君が嫌いな猫を殺さない選択をしてくれたこと。お前はなんか猫の味方をしたがるな。バレた？僕実は猫が結構好きなんだよね。あら、ネズミの心臓そうなのか。俺の心臓なのに。ごめん、先行っちゃった。猫が言ってたよ、水路から釣り出してくれてありがとうってね。嘘つけ、猫の言ってることがお前に分かるわけないだろ。無言。きっと伝わってるさ。命とはとても儚いものだ、急にそれは奪われてしまう。マットラットを助けてくれた女の子、また会えたと思ったらそれはとても無残な姿だった。俺は狂ったネズミだ、あの子を救うために時間を戻してまた夜の街を駆け抜ける。急ぐんだマットラット、あんな悲しいことがまた起きないために走れ。次回マットラットデッド 5-3 夜の街リプライズ。マットラット、あの子が、そっちへ行っちゃダメだ、こんなとこでお前は死んじゃいけない、頼む間に合え。